味方同士が東西に分かれて争うなんて、これは教育が必要かしら。一番悪い子は三成と家康みたいだね。二人まとめてお説教だよ。三成殿と家康殿の事情を聞きたいのだけれど、どちらも本人にこもっているようね。まるでダダをこねる子供のよう。お友達を倒したら出てきてくれるかしら。本陣の守備は俺に任せてもらおう。ご婦人方、気をつけて進まれよ。両方もやられちゃダメだよ。最後はみんな仲良く元気よくだからね。砲術を準備せよ。敵軍のボングどもを一気に片付けてやれ。そう来ると思ってましたよ。こっちも大筒で反撃といきましょう。もう危ないものを使っちゃダメだよ。一刻も早くやめさせないと。マサノリ、どうしたの。あなたは計画早いけどいい子でしょ。おめでとう。すんませんっす。なんだか俺わけわかんねえ感じで。金馬さん、どうしちゃったの。私に手を挙げるなんて悲しいよ。俺がおねえさん。嘘だ、悪夢だ、あんまりだ。こら、サッコン、物騒なものはしまいなさい。仲間なんだから戦っちゃダメでしょう。おせっかいなお人だね。邪魔するなら容赦はしませんよ。我が前にひれ伏した。サッコン、しっかりしてよ。あなたが三成を止めなきゃダメでしょう。いや、まったく、なんで俺はおねね様と。少し頭を冷やしてみます。シーゲン、今すぐやめなさい。母の言うことが聞けないの。この目が笑っていない冷酷な人間が母だと。冗談もほどほどにしてもらおう。ちょっと問題発言だよ。即刻お仕置きだね。任せるがよい。受けてみよう。シゲ、冷酷な母でごめんなさいね。今はどんな気分かしら。任せるがよい。どうかお許しを。お叱りは後で受けます。素直に止めてくれる分、まだ可愛げがあるわね。これで少しは静かになるかしら。あ、母上、これはあいつのせいです。あいつだ、俺は。あれ、あいつって誰だっけ。ちょっと頭を打って忘れちゃったみたいで。さあ先に出してやろう。三成、まだ手こずっているのか。早く奴らの息の根を止めてやれ。誰が敵でも構わない。この総士官が全て潰してやろう。全て潰すだと。総比は確かに冷酷だが、仮にも仲間に対してあんな物言いをするか。そろそろ我らも前に出るぞ。敵軍に属する者は誰一人として生かすな。容赦は無用。敵は全て切れ。ここを奴らの墓場とするのだ。敵将、我が前に切れ伏した。天狗にしては妙に攻撃的だ。こいつら裏に何かありそうだな。たくましいね。やってくれるって信じてたよ。まだまだ暴れ足りねえな。あそこのムサイオさんを仕留めてやるか。わしの相手はあの将か。息の根止めてくれるわ。やけに騒がしいのが近づいてきているな。まさかとは思うが、孫悟の連中もいるのか。おお、
郊外殿、正気を取り戻されたようですな。わしは何を？家康殿と共に戦場に来たことまでは覚え。ここならば打って出るしかあるまい。全軍で敵を根絶やしにしろ。しっかりしろ関内、いくらお前でも敵味方の区別はつくだろう。おっさん、いや俺何してたんだ。なんであんたに切れてたの。本体を出さぬわけにはいかぬ。敵を総投し我らの余力を見せつけよ。この竜玄徳の邪魔はさせん。神の世のため全ての敵を撃ち滅ぼす。言ってることがむちゃくちゃだよ。早く正気に戻さなきゃ。ああ、どうしてそんなにすごいのかしら。本当によくできた子ね。この戦場には手入るのはなんと強引で傲慢な女子か。家康、聞き捨てならないよ。ねねにこれお仕置きだよ。正気に戻ったようね。あなたねね殿に随分ひどいことを言ったわ。なんと、いたたたた、いや急に面倒をかけてしまいました。この霧が出た直後、皆おかしくなって私自身も途中からは覚えておらず、ひどく興奮してしまいまして。困ったね。みんな正気じゃないみたい。何かに操られているのかしら。まだ確かなことは言えないね。残ってるもう一人にも聞いてみないと。任せるわよ。そんな格好でうろうろするなバカ。死にたいのか。ほら三成、血も態度も悪い子は折檻だろ。お前さん、申し訳ありませんでした。ですが暴力的解決は避けようと聞かれた。あら、素直なのか口が悪いのかわからないわね。可愛げがないわ。三成、どうしてこんなことになったの。我らはただ妖魔を倒すために出陣しただけです。妖魔たちはどこです。この霧が出ると同時に姿を消したのです。ねね殿たちが集めた情報を整理すると、少し前までこの戦場には妖魔がいたようだ。けれどこの霧が出た直後に姿を消した。そしてみんながおかしくなったのだ。それから仲間同士の喧嘩が始まった。きっと一番悪い子は別にいるよ。我が策を見破ったか。ならば本気に我が愛自ら相手をしてやる。すごい三日月よ、黒幕が出てきたか。ブラックを討ち取りこの騒ぎを終わらせるぞ。我らは惑わされていたようだ。やはりあの霧が原因であったか。霧が晴れた途端全てを思い出したぞ。他人にいいように働かされるなんて。清盛、よくも惑わせてくれたものだ。この礼はたっぷりとさせてもらう。てめえのせいで俺はおっさんに刃を。落とし前きっちりつけてもらうぜ。影はさあ先に出してやろう。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。ヨモが危ないみたい。助けてあげなきゃ。こたびはお互いひどい目になりました。まったく。
二度とこんな戦いはごめんよ。前に切り打ちた。そうですね。少なくともこの世界に。流せるがよい。申し訳ありませんでした。その、まだお怒りに。何を怖がっているの？操られていたんだもの、仕方がないでしょ。そう、その笑顔、対峙すると本当に怖い。あ、いや、何でもないです。諸世か、次は我が軍、手を思い知らせてやったまで。こら、清盛、そんなひねくれた子は大接近だよ。同士討ちを狙ったというわけか。その狡猾な策ごと打ち払ってくれるか。全てを思い通りにするのは誰なのか、それを分からせてあげるわね。同士討ちは妖魔の仕業だった。真相はあっけないものだったわね。うん、仲たがいでなくて一安心だ。これでまた一丸となって戦える。うんうん、雨降って地固まるだね。これからもみんな仲良く頑張ろうね。とにかく